ユーザーさんが本当に喜んでくれるサービスをどうやったら作れるのかっていう技術を身につけたかったっていうのが入社理由の一つとしてもあったんで、まあ、やりたくてやってることですね。自分の生活の一部だから、なんだろう、自分がクックパッドユーザーなので自分ごととしてやっていけるからですかね。うちの会社にはキッチンがあるのですぐに試すことができるんですよね。実際に使われる現場で試してみてこそ多くの発見が生まれると思っているので、そういった部分はかなり大きな差なんじゃないかなと思います。サービス開発の中で仮説の検証を早くするっていうのも一つなんですけど、その前に仮説立てるって段階があって、やっぱサービス開発する人はそのいい仮説を考えないといけないんですけど、そこってあんまりノウハウがなくて、なんとか課題を見つけて仮説を立てるために自分なりに試しててユーザーさんの気持ちに近づきたいっていうのをやってます。クックパッドはもう隣にエンジニアがいて、開発のプロセスの中で作っては壊して作っては壊してが繰り返される感じ、それで結構スピードが上がってるかなと思います。お料理っていう領域全体見た時にこう解決できる割合っていうと、多分まだ3割4割ぐらいな感じなのかなと思ってて、自分たちが携わるサービスで、まあ、ちょっと楽しくしたりちょっと良くしたりすることができるっていうのはすごいやりがいがあることの一つじゃないかなと思います。